はい、どうも、バタデン2100です。前回に引き続き、また今回も改造プラレールを紹介します。前々回は、こちらの E235 系山手線。前回は、N700 のスモール A のやつを紹介しました。今回は、まあ、この2つとは、まあ、ほぼ関係ないですけど、まあ、車両を紹介、作ったので紹介します。今回こちら。はい。223系の0番台です。この車両は初めて、関西で初めて、いい、間違えた、いい、いいじゃねえわ。223系で初めて導入された車両ですね。はい。あ、やべ。ちょっと、すいません、ちょっとバッテリーがなくなったんで一回カットしはい、まバッす。テリー付け直しました。はい、こんな感じです。で、方向幕は関空気周時快速。で、まあ横は前にここにあるこのね、2500番台とほぼ一緒ですね。ただ一つ違うのはこっちの2500番台はこのグレーの部分がちょっと見えづらいですけど、あるんですけど、こっちはない仕様にしてます。本当はこっち飛ぶクロー窓とかあるんで、本物はね、結構、こう見たら結構印象が違うんですけど、プラレールだと案外変わんなくて。はい。で、将来的にこう連結器つけて、この2500番台の後ろ同士でつなげれたらいいなと思ってます。せっかく方向幕もこのね、一緒な関空気周時快速になってるんで、こうつなぎたいです。はい。あ、そうだ、種車はこの前、開封したあの、中古の223系。ですが、この中間車だけは、また別の車両から改造しました。中間車。このサウンドはこの前のは鳴ったんですけど、ちょっと音質が悪かったんで、余ってたもう一つのやつに変えました。これ車体は E231 系で、なんだっけ、宇都宮線か。で、下回りは223系。前持っていた223系の下回り。ただ単にね、塗装、これも、その E231から207系のサウンド車に改造してて、この車両。でも銀が塗り直しだったんで、もう、塗らんでいいかなと思って。結局その中古の分だと全塗装なんで、またそれめんどくさいなと思って、中間はこれにしました。まあこっちの方が、これ新品を改造したやつなんで、綺麗だし、と思って。で、先頭。先頭も、まあ同じですね。この、なんだ、テールライトの位置が、本物だとこの、普通、本物だとないこの出っ張りがあるんでね、ちょっと、変な感じになってます。あと、そもそもこの223系って顔面が慶応の何系だっけ、忘れた、慶応のなんかのやつを使ってるんで、なんか全然雰囲気はまああってもあんま似てない、本物に似てないですね。まあそれは223系の製品にも言えることですけど、まあでも雰囲気はある件いいです。なんか最近環状線系がすげえ増えてきたな。あと大和路線の車両1個もまだないんで、なんか作りたいな。あれとか、200、あのキス、ウグイスの103系か201系が作りたいですね。
はい、こんな感じ。今回はこちらの 223K0 番台を使用の海賊プラレールを紹介しました。もうこれで一旦紹介は終わって、まだでもこの前これと一緒に買ったあの中古の205系とかをいろいろまだ今改造してるんで、それはまあ夏休み中にはできると思うんで、また紹介します。それではさようなら。